可思議と幻想に満ち満ちた魔法劇場へようこそ。月の王ムーンベアキングは闇の軍勢を作るため夜な夜な子供の魂を盗んでは木の人形に閉じ込めました。そして今宵もグリズルシュタイン城では、お前の魂を呼んだのは俺だ、クータロー。俺と友達になるか、ずっと友達でいるか。なあ嘘をつくな。またムーンベアキングにヘッドを食われた間抜けか。新入りのおチビちゃん、魂を取り戻して自分のベッドに帰りたいだろう。だったらムーンベアキングのところから魔法のハサミカリバスを取ってくるんだ。あんたならできるさ。カリバスを従わせるには女神様のように純真な心か強い魔力が必要なんだにゃ。今のあんたじゃ無理な話にゃ。今のを聞いたかい。だったらさっさと行けな。タイガー、ハサミ泥棒ならきっと近くに逃げ場はありません。袋のネズミです。泥棒がネズミならお前は何だ。猫なら猫らしくネズミを捕まえろ。ここは俺の月だ。逃げ隠れできると思うな。絶対にお前を見つけ出してやるぞ。